なたを傷つけた。主人公にはなれない。ごめんね。大丈夫だから。声かけてよかった。木内武人監督スペシャルインタビュー。主人公三島薫は出版社に勤める会社員。心許せる友達がいないことに悩んでいた。そんなある日、目の前ではなく偶然出会った同世代女子2人と意気投合。次第に友情を深めていく3人がそれぞれ抱える問題に立ち向かう。マジで大人女子の友情を描いたドラマ。ドリカムがこのドラマのために書き下ろしたスピリラ。監督を務めたのはスピリラの撮影で監督を務めました木内武人です。女王の教室でドラマ監督デビュー。以降24ジャパンやナイスフライトなどのヒットドラマを手掛ける。僕自身こうドラマを作る時でもそうなんですけど、押し付けるっていうのがあんまり好きじゃなくて、ドリカムさんの曲って寄り添っているような曲感じがするんですよね。それがドラマ化されるというところで、そこに関われることが大変光栄だしありがたいなと思いました。ドリカムさんの曲なんだと思うぐらい今までと違う曲で、世の中なのか家族なのか友達なのかに対してなんか吐き出したいっていう思いがあると思うんですよね。なんかそれを代弁してくれてるような曲だなというふうに思いました。スピリラの脚本はこれまで若者のすべてやチュラさんなどヒットドラマを手掛けてきた岡田義和が担当。岡田に対する印象は、生活の中にあるものの部分をうまくこう切り取っていて、誰の心にもスッと入るような、なんかドラマの世界観というか、そういったものがある方だなと思いました。特別な毎日を描いているというよりは、30代の女性の OL さんの内側にある心情的なものとか、無意識に背負ってしまっているものを自然にこう淡々と描かれているなって思いました。3人が少しずつ仲良くなっていくっていう部分が、分かりやすくやってしまうとなんかつまらないことになってしまいそうだったんで、気づけば最初と比べてみたら3人ってこんな人間関係が深まったんだっていうことのバランスの取り方がすごく難しかったです。声をかけてよかった。ドラマだけじゃなくても声をかけることってなんかいろんなことが変わってくると思うんですよね。これはなんかすごく印象に残ってます。カオルがマリエとヒロミに声をかけるシーンがあるんですけど、まあ、それを2人が受けてどう反応するかっていうところはやっぱり撮影しててワクワクして、物語のスタートでもあるし、すごく印象に残ってます。物語の軸となる大人女子を演じた3人に監督が持った印象とは。土村佳穂の印象は、しっかりした方かなと思って初めにお会いしたんですけど、憎めないこう抜けた感っていうのがあって、その部分が出てたので良かったんじゃないかなと思いました。足立梨花の印象は、弾ける明るさの方かと思ってたんですよね。でもそれを残しつつしっかりした芯の強い部分があって、なんか引っ張ってくれた感じはします。前田亜紀の印象は、二人のとは違う部分をどう演じたらいいかなっていうのを現場でも探りながらやられたと思うんですよね。お三人の OL の区別化をできるかって相当考えてやられてたと思うんですよ。でそれが実は三人のバランスをうまく一番取ってたのって前田さんじゃないのかって実は取ってたと思ったんですよ。今までやってきた中で一番明るかったんじゃないかぐらい、毎日合宿をしているような撮影の雰囲気だったんですよね。これが多分メリハリがあったから良かったんじゃないかとは思います。大人女子の友情を描いたオリジナルドラマスピリラ。ドリカムさんの新曲でドラマを作りましたので、全くの白紙の状態で楽しんでいただけますし、ドラマと曲をどうリンクしているか、いろいろな楽しみ方で見ていただければと思います。どうぞよろしくお願いします。